ロウニン遊んできます。これはステルス単性アクションゲームです。初めの方途中まで遊んだのですが、ログが失敗してしまったため再度遊んでいきます。で、ニューゲーム始まりましたね。初めのステージはチュートリアルです。まず横に動いて、で、このゲーム特徴はこうね、クリックしたままマウスを動かすことでジャンプの着地点を決めることができるんですね。で、こうやって進んでいく。ジャンプで壁に張り付いて、で、次ジャンプですね。まだ勢いよく窓に向かってジャンプすることで降っていって、このように窓を蹴破ることができる。で、進んでいきましょうか。目標は左上のあれですね。じゃあ行きましょうか。ジャンプして、目標のデータを一つゲット。これを三つ集めればクリアですね、このステージは。それで次は問題の下に敵がいますが、この時点ではまだフリーモードですね。単性のアクションゲームにはなっていない。上からこうヒュッと降りて敵を気絶させた後に、今刀でグザッととどめを刺しました。気づかれないうちはこうやってスレスでどんどん倒していくことができます。で、ここ降りますと右側に敵がいますが、これ見つかりますね。見つかると単性のアクションゲームが開始します。ここからゆっくり攻めることができますね。で、こうジャンプでこうなんか弧が赤くなってますが、まあ、飛んでみましょうか。ふって、そうすると白い部分まではふっと飛んで、で、次ターンが切り替わるんですね。で、このまま下に着地したいのでさっと降りる。うん。で、再びジャンプで白く表示されてる間はこれはこっちのターンですね。やつに向かってジャンプで飛び込めばやつをスタンさせることができる。ふっちって、ご覧の通り。んで、キルボタンが出たので、やつを切る。これクリアです。これ見つかってしまうと多分、こいつは出てくるのかな？ちょっとわかりませんが。まあ、鍵を開けて、先に進みましょうか。次は見つからないように進め。で、あいつがこう見てます。あいつがいますが、ここは、明かりの外にいれば、多分見つからないですね。とりあえず無視して、上に行きますか。上に行くと、ここ明かりがついているので、奴に気づかれそうになりますが、今セーフ。ふっと今チャンス。やつ後ろ向いてる。今のうちに、スタンさせて、ざっくり切る。オッケー。しかし、上のやつに見つかった。なんてことだ。ここはどうすればいいんだ？まだ外に出てみるか。ほっ。わーっと割れた。やべやべ。ここからワイヤーを張って、上に辿っていきましょう。ああ、ワイヤーがうまくいかなかった。で、もう一回ジャンプして、ワイヤー張る。おい、これでやつを切る。ほらー。ギリギリセーフ。アラートが鳴る前に倒すことができた。これ多分一番上から行くのが正解でしたね。まあいいや。じゃあ下に降りて、お宝をいただく。これクリアかな？あ、敵を全部倒しましょう。実績的なものがあるんだよね。おっと、見つかりそうだが、まだ大丈夫。上に伝っていきますか？ほい、ワイヤーで、天井を走って。奴はこっちに気づいてない。あら、降りて、さっくり切る。もらった。これで目標達成ですね。あ、まだ、もう一個ある。あー、なるほどね。すべての敵を倒せ。こっちから行けば、良さそうな感じがしますね。今んとこ。ここまで行って、上にくっつく。まだ見つかっていない。お、ここから切れるぞ。はい。天井を切って、見つかった。見つかってしまったが、こっから降りれば、あいつがスタンするかな？はい。スタンして、こう切ると、奴に撃たれてしまうので、向こうの奴をスタンさせましょう。はい。やった。で、こいつを切って、あとあいつか？もらった。切る。おぉ、決まった。フィニッシュ。ミッションコンプリート。バイクはここにあるので、出す。これで一番クリアですね。なんかスキルポイント取りましたね。ミッション達成したので。いろいろ取れるのかな？これは取ったことないな。空中にいる間、刀を投げることができる。ああ、いろいろ、アクションが使えるんですね。セルスキル。これは敵を吊るして、倒せんのかな？これはなんだ？デコイ。ああ。じゃあ空中切り覚えてみますか。これね。オッケー。ではコンティニュー。はい、では。一面カットして、一気に三面ですね。ここは目標が、オールドワンを倒せ。これで見れますね。こいつは目標なんですが、このね、右側にね、いるんですよね。用心棒みたいな強いやつ。こいつを前回、やった時倒せずに進むことはできませんでした。で、まずはここですね。クリアするべきは。はい。すごい見つかってる。ただワイヤーを使ってヒューンとゆっくり行ってるが、コンマちゃんやれるな、確実に。上だ、上に。おお、撃たれた、いきなり。じゃあ行きましょうか。はい。うまく渡りましたが、まずは一手ずつ、やりたいですね。こいつをぶち倒して、
上のあいつ何とかしないな。はい。スタンさせればできたが、空中切り。おお、どうだ、やった。敵の攻撃をうまくかわした。次あいつやりたいな。真下にいるか一体。ほっ。吹き飛ばして、お。やった。連続キルができた。今のはスキルを発動したのかな。うまく敵の上に乗っかったから、そのままね、連続切りができたのかもしれません。こいつも、やりたいもんですね。はい。ダメか。ここは切ると、やられてしまうので、一回避けよう。こっちに避けて、あいつを何とかしたいな。ちょっときついな、これ、場所が。まだ登るか。お、降りるしかないな。奴は身構えてる。なるほど。上からは、こう、下狙えないんですね。敵の死角なんだ。やった。というわけで奴を切って、登りたい。さて、じゃあ真下に回るかな。ああ、乗れるじゃん。どうしたんだ。やつはリローディングでもしていたのかな。まあいいや。これスタン刺して、空中切り。すごい。不自然なジャンプじゃない今。ここは何度かクリアですね。で、次のフロアに切った以外が見つかるぞ。おーっと来た。左に二人いますが、あれには見つからないように進みましょう。で、問題はこの上ですね。クリアできてない場所。まだ見つかる。あいつの攻撃はね、超激しいんです。まだこうやってかわすか。ほい。ほら、勝て。一戦攻撃。スペースでそのまま落下して、やっぱり奴は飛んでくるので、ジャンプでかわそう、また。で、奴に近づいただけでね、ちょっと切られてしまうので、そこはなんとかしないんですよね。これまずいな。このまま行くと落ちそうだな。ああ、危ないぞ。ギリギリセーフ。これで、奴は油断してるから、ざっくりやると、このようにちょっと気絶するのかな。そんな感じですね、多分。ここで攻撃できればいいんですけど、おーっと。あ、いけるね。やれるかな。あー、やった。初めて倒した。なるほど、こうやるんだ。ちょっと覚えましたね。で、あとこいつのみですが、ちょっと狙われてるな。うまくいかんところでは。飛んでみたけど、これ空中切りできますね。おー、ちょっと待って、すごい、すごい攻撃じゃないか。もういいや、今はチャンスだ。上登ろう。登りたいけど、位置が悪いね。ここかな？登れないよ、ここから。どうやって登るの？登るコマンドが出ない。困ったな。一回影に隠れれば、いや、気づかれてるね、すごく。あー、なんだよねー。ファイヤーが出て撃たれちまった。せっかく倒したのにまたやり直しかな、これは。ああ、そうですね。仕方ない。やり直そう。お、こっからいけるか？ほい。ああ、跳ね返ったが、なんか刀の上の方に飛んでった。これはラッキーだ。で、行くぞ。まずは奴を踏みつける。この切り体が我慢して、この辺に、ダメだ、この前行くと死ぬ。この前行くと死ぬぞ。確実に死ぬ。ワイヤーを張る。ふわーん。上だな。ヒュッとくっついて、あいつをスタンさせる。しかし切ることはできない。こっちを切れるな。こっちはチャンスだ。もらった。危ない。ギリギリセーフ。こいつを切る。次あいつやりたいが、近づいて、はい。よし。もう一回切る。これ気絶するから、もう一回近づいて、あー、狙われた。あいつは厄介だ。上に飛ぶか。ほい。復活したが、ここから、刀投げる。あー、なんとね、張り替えて。もう一回飛んで、ここ降りるとやばいけど、とりあえず降りる。刀キャッチ。やつに体当たりしてみるか。ほれ。ダメか。刀も投げられない。残念。あー、危ないよ。ギリギリだが、切る。上のあいつが今、リローディングかな ?2 って書いてありますね。あれはリローディング中の数字かな。と近寄って、やった、倒した。これでまた、1回目に戻る。まだ何も起きないな。あ、上行けるもしかして、ここから。ほっ、やった、行けた。なんで行けるんじゃないかよ。それ教えてくれよ、早く。タックルして。やつを切る。ほっ。やった。ついに全ての敵を殺した。長かった。鍵を開けると、じじい、貴様の命をもらおうか。あばよ。ホール。悪徳残。あとはバイクに乗ってクリアか。あー、なに？さらに全部の敵を殺せ。ちょっと待ってくれ、これ。厳しいだろ。うわー、まさかこんな、恐ろしい罠が。しかし、やれるのか、これ。まず上に飛んでみるか。ふっ。うわー、降りる。よし、なんとかセーフ。こいつがやれるな。切る。奴が形成しているから、今チャンスだが、ちょっと無理かな。右の奴に狙われてますね。飛んでみて、降りる。あー、気づかれて、これちょっと無理だな。奴をスタンさせる、もう一回。あれ？なんで？あー、なんでも、奴の軌道がおかしいだろ、今の。こっからか。もうやるしかないや。で、行くぞ。まずこちらに飛ぶ。着地して、
あいつを散させる。ほんで切る。ほう。弾をうまくかわした。ここジャンプして、危ない、ギリギリセーフ。やつを刀でぶっ刺す。でもこれ飛びながら刀を回収する。上に飛ぶか次は。おい。後ろはやつ向いてるけどどうかな投げてみるか。ああ、返されるんだ。やるもんだな。飛んでみよう、とりあえず。着地して。やつが降りてくるが、やられるね。これまずいね。あそこに飛ぶ。もう一回飛んでみるか。もう降りて、切れる。はい。気絶してるから今のうちに行きたいが、どうかなやれるかどうか。ああ、ダメか。とりあえずふわっと飛んでみるか。ふわっと飛べば空中から。ああ、ダメか。まずい。まずい。降りると確実にやれる。ワイヤーを使うしかないな。ほい。切れる？ちょっとまずいね。狙われてるね。上に引き寄せて、なんとかセーフ。やつを狙おう。ほい。よし、チャンスだ。まずい。痛い。気絶したけど、狙われてるね。上にくっついて、こいつを、切る。やった。痛い、倒した。光っ、あー。ちょ、待ってくれ、なんで今の。何が起きたんだよ。まあ、とりあえずセーフだな。はい。なの、敵の視界から隠れたから、フリーモードになったんですね。で、すべての敵を倒すのに成功した。やったよ。これでバイクに乗れば、完全クリアか？うわー。やった。実績6回以上。オールドマン。じゃあ新たにスキルを入手しますか。すべての近くの敵を気絶させることができる。空中にいる間、これ取ってみるか？これを入手。よし、ここは、二度目の挑戦ですね。一回クリアしましたが、一個オブジェクトを失敗してしまったので、やり直してスキルを取得します。まずはこれを入手する。これをアクセスすると敵が出てくるので、ぶった切ると、よっこいしょ。下に敵がいるので、あいつやりましょう。ほい。もらった。あ、左にいるのか。まずいな。まずい、痛い。狙われてるが、あいつやれるな。あーこれ床ね、右下に降りようとしたら今床にね、着地してしまいましたね。ここからが、見つかる。危ない危ない。真下にもいるんだ。ただあいつを早く狙って、切る。じゃあ上から狙うか？そっちの方が堅実かな。うわっと、ここから投げて、しょいよ。着地、しかし武器を落としまった。これを使うと、何が起きる。何が起きるかわからんが。ズワイヤーで、手繰り寄せて、降りて武器をしとく。じゃあ飛んでいくぞ。おい。残りは一体か？フリーモード。行くぞ。悪速。ゾン。もらった。はじめの目標はクリア。ではこいつを入手して、敵が出たので、あいつを狙っていく。あ、撃ちたかったけど、これ無理だな。あ、やつは、あ、落ちなかった。残念。じゃあこいつを狙っていきたいがどうだ？とりあえず登るか。ほい。登って、上のやつらからやりたいですね。おれ。危ない、ギリギリセーフ。これは撃つことはできない。すごい狙われてる。あいつやりたいが、この辺どうだ？無理か。刀投げができるかなと思ったんですが。そんなことはできなかった。さらに降りる。一番下まで降りちまった。これ、針の後ろだ。うわぁ、撃たれる。危ねえ。ギリギリセーフ。スタンドアタック。切りたかったかどうだ？いけるか？あ、ギリギリセーフ。危ない危ない。登っていこう。これはまずいが、刀投げられる。ああ、奥の味で狙われてるのか。これ使ってみるかな、じゃあ。ほら、やった。スタンスして、行ってほしゃ。これチャンスだな。よし、切るぞ。切る。もらった。次はこれか。これ開けとこうかな。これにアクセスすると、新手が出てくる。まずは切る。よいしょ。そしてあいつを、やれるかな？やれる。残りたい。こら、位置悪いね。ここに降りて。よし、決まった。切る。いいぞ、今のところパーフェクトだ。で、行くぞ。あっと見つかったか？奴に近づく。切る。一体目。次はあいつだな。さっと飛ぶ、まあ、飛ぶの失敗したけど、まあいいや。おれ。やっと切って。左上か。まずこっちに飛ぶかな？着地。下に行って。切りたいが、やれる。おれ。もらった。こうやって飛んで。お、刀投げられますね。おれ。はい、もらった。完璧だ。刀を回収。アクセス。敵が出るので。飛んで。こっからやれる。おれ、もらった。まず上にふわっと飛ぶか。ふわっと飛んで。今のうちにタックルで、スタンさせる。こっからやれますね。おれ。あ、貴様だ。貴様にはタックルを当ててやろう。
危ない、ギリギリ。ギリギリ、アタック。ヒュー。やった。これで全部クリアかな、完全に。じゃあこれでスキルポイント得ましたね。これ空っぽの取る必要あるんですね。先のを取るには。これは刀を引き寄せる。これはスタンした敵をエクセキューション。じゃあこれ取るか。とりあえずこちらを進行する。